です、つくもやよ2月15日今日は不成就日やね。呼んで字のごとく成就せえひゆけよ。せやけど六曜は大安、大いに安し万事安らかにことが運ぶ。樹花は水のと色を表す影の水、芽を出す準備を始めたいう状態や。十二支は羊、影の土、果実が成熟していく状態を示しとる。ほんでこの十巻と十二支から止む音陽五行は土穀水、土が水を濁すせき止めるいうことで総穀、物事が順調にいかへんゆけや。不成就日で総穀やなんてなんやな、ちょっとけつまずきそうな感じするけど、六曜が大安やからこれがどう作用するかやね。まあこれらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたねー。